都市職員のカズです。今日はですね、面接で上げ足取りされるな、大学連携を話す際の注意点についてお話ししていきます。今特別区のエントリーシートの対策などを行っている兼ね合いで、特別区って大学が多いので、大学と連携した街づくり、学生と連携した街づくりやっていきたいなっていう考えを持ってエントリーシートを書いてる学生さんや社会人の方も多いんですけれど、大学連携って一筋縄ではいかないんですよ。エントリーシートに大学と連携した街づくりって書くのは一向に構わないんですけれど、大学と連携するって結構難しいんですよ、実際やっていくと。なので今日もですね、私の実体験を踏まえた上で、大学連携話すとき次に述べることをですね、しっかりと念頭に置いた上で面接対策していただければ、面接官が納得できる内容を深掘りされても話せるようになると思います。では始めていきましょう。まずですね、大学連携話す時の要注意点なんですけど、大学って慈善団体や行政機関ではないんですよ。だからこそ、その行政機関から大学に連携呼びかけるっていう時も一筋縄ではいけないんですね。で、具体的に話していくとですよ、大学イコール企業であるってことなんですよ。数年前、その国公立大学もですね、その独立行政法人、法人に妻に変わったりしたんですけれど、そんな感じで大学もですね、ちゃんと収益を上げていかないと、その研究を行わなきゃいけないんですけど、一方で大学として利益も上げて、で経営を成り立たせる、そういった考えがその国立でもですね、近年はもうしっかり定着していてですね、だからこそ大学の先生に協力を呼びかけるときはですね、大学側のメリットがないと協力できないよっていうことになってくるんですね。例えばその大学の先生と連携してワークショップ開催します、講義やります、それだけ言っても大学は絶対に協力してくれないです。やっぱり、企業ですので、しっかりと業務委託費を払って研究をしてもらう、フィールドワークを行ってもらう、あるいはその短期的には利益を見込めないけれど、長期的には、大学側にとっても有益となるデータが得られるとか、だからそういった大学側にとってメリットが感じられるような事業設計を行っていかないとダメってことなんですよね。近年だったらその有名なものですと、近畿大学がマグロの養殖とか行ったりしていますけれど、その水産事業者と協力して、研究を行っていくと。で、短期的に利益得られないけれど、その共同研究を行うことによって有益なデータが得られて、一層その養殖ビジネスにつながるような、展望が見られるとか、そういった大学側にとってのメリットがあるから今回無償でやってるんだよとか、そういった形でですね、大学も一企業なんです。だからこそ、そのしっかりと大学側にメリットがあるっていうことを、見出せるような提案を行っていかないと、大学も行政機関に協力してくれないです。もうここがですね、特に学生の方々、学生視点からの大学見てるんで、地域振興に関わることだったら大学何でも協力してくれるかなって思いがちなんですけれど、行政機関の立場、市職員の立場として大学に何かお願いするっていう時はですね、やっぱり企業対企業の交渉商談になるんですよ。なので、とにかく何でも大学連携してやっていこうねって言っても、お金が伴ったりするので、そこを踏まえた上で、ちゃんと大学側は一つの企業だということでメリットを与えられるように事業設計していかないといけないってことなんですよね。で、こんな形でですね、私もその大学連携、大学と協力して、学生と協力して街づくりやりたいなって思った時もですね、大学の先生からものすごくその難色を示されて苦労した経験がございます。はい。で、そこでですね、やっぱり最初のその紐のかけ方っていうのがものすごく大事になってくるんですよね。紐のかけ方、例えば行政機関から何でもかんでもですね、こういうことやりたいからお願いしますっていうと、じゃあ大学にとってメリット何があるの、費用払ってねっていう話になってきたりするんですよね。だからこそ、むしろそのこれやりたいなって思ってる大学いませんかって全国的に呼びかけて、手を挙げてもらった大学と協力するっていうことはできるわけなんですよね。それだったら無償で話進められたりとかするんですよ。例えばですね、その私が今いる石川県、石川県庁がですね、その龍谷大学とかが石川県舞台に何かフィールドワークを行いたいと、地域振興系のゼミで、フィールドワーク、まちづくりを行いたい、そういった声かけがあったから、石川県内の市町村さん、どこか受け入れ先となってくれるとこありませんかって、そういう呼びかけあったりします。
でそういう時に私が勤めてた飲み師が手を挙げてですね、じゃあ里山信仰龍谷大学の学生さんぜひ来てくださいということでですね、その龍谷大学が、県を通してでうちの飲み師に受け入れて一緒にその里山のほっこり祭りを開催するとかそういうことをやったりとかしてました。だこんな感じで大学から何かやりたいなって思ってる時に、じゃあうちの自治体歓迎するのでぜひ来てくださいねということで受け入れて、そこで あまりこの業務委託費などの費用発生することなく大学と共同で町づくりするということをできたりもしました。こんな形でですね、最初の紐のかけ方ってすごい大事なわけなんですよ。で学生巻き込むことも一筋縄ではいかないんですよね。例えばその大学生と協力して町づくり系ワークショップ開催したことあったんですけれど、単発のワークショップ開催を例えば大学の掲示板で告知しただけではぶっちゃけ学生誰も来ないです。でこれはやっぱりその学校の大学のその事務の方にもまあいろいろとその言われちゃったんですけれど、やっぱり学生さんもメリットを見出せないと来ないよ、あるいは友達同士で引っ張ってくるようななんかそういった体制作れないとあなたの自治体のワークショップわざわざ出ようとは思わないですよとか、結構そういう厳しめな意見をもらったりしたことがあったんですよ。だからこそですね、そう大学生巻き込んで一緒にワークショップ市役所とかやるってなったら、例えばそのインターンシップ生活用するっていうこと、これやりました。実際にその金沢大学の学生さんを招いて、でその金沢大学の学生さんと協力して一緒にその飲み市を活性化するワークショップを開催すると。でそのインターンシップ生の方が、主体的にですね、自分たちの知り合いの学生さんを、引っ張ってくると。でそうやって若い学生の方々招いて一緒にワークショップするっていうこともやってきましたし、であとはですね、ジャイスト飲み市に北陸先端大っていう大学機関がありますので、そこのその学生団体と、日頃から飲み市の PR するための活動をやってたりとかしてたん でそういった学生団体のつながりを活用して学生が学生を呼びかける仕掛け作りを行って一緒にワークショップを行っていくとか、やっぱりこういった工夫がないと、その突然市職員の立場として大学生に参加してねって呼びかけてもなかなか参加してくれないということがあります。でこれ高校生巻き込む際も一緒なんですよ。高校生巻き込むってなったらこれ大学生よりも難しくて、例えばワークショップの開催時間夜6時以降に指定して、で、こんな企画決めました、高校生参加してくださいって呼びかけた時もですね、高校からすごい難色を示されたことあったんですよね。なぜかというと、例えばその親が送迎している学生さんもいたりするから、なんか夜の時間帯開催されても、例えば親の仕事の都合で送迎できないで一人で帰らせるなんかそういうことできるのかとか、高校から正式に呼びかけた場合はやっぱりその夜女子学生一人で帰らせるっていうことにもリスク伴ったりするから、部活動でもないしちょっと高校として責任取れないから、うちを巻き込みたいときは企画を構想している段階からしっかりとその話し合った上で企画固めていきたいん だその段階で声かけしてくれないと困るよって先生から怒られたことあったんですよね。でそんな形でですね、高校生巻き込む際もですね、最初から高校をしっかり話し合った上で企画を決めていかないと、市役所の中だけで話し合ってて上司 OK 出たからさあ高校持ってこうってなったら高校でダメ押しされてまた振り出しに戻るっていうことがあったのでという形なんですね。で、こんな形で、相手方の立場に立って事業設計して、様々な方を巻き込んでいく、そういう力大事だよっていうのを私他の講義でも話していたんですけれど、大学連携を行う時にも、これらの注意点があるというわけなんですね。で今日の講義は具体的にこんな回答使ってねっていうそういう、事例は何もないんですけれど、大学と連携したいな、学生と連携したいな、そういう街づくりを行いたいなと思っている方は深掘りされた時もしっかりと耐えられるように今日の講義を、念頭に置いて回答を考えていただければいいかなって思います。で私と同じように面接官長年市役所職員やっているので、私と同じような考え方を持って受験生の話すことを、聞いてるんですよ。なので受験生だからまあこんな甘いこと言ってもいいよねとか、なんかそういった甘い考えは持ってません。なぜなら近年は人物重視の自治体が増えてるからです。だからこそですね、現役職員の方と同じぐらいしっかりと、施策を行う際の注意点なども踏まえた上で、ちゃんとした街づくり像を話していただけるとですね、あなたが限られた枠の中で合格できるということでございます。ぜひ面接対策これから増えてくる時期ですけど頑張っていただければと思います。
じゃあ今日の講義は以上となります。ありがとうございました。